現在市場に出回っているラインにはモノフィラメントといわれるナイロンライン、そしてフロロライン、そしてマルチフィラメントといわれる P ラインの3種類が主流であります。アーマードはこのモノフィラメントと P ラインのいいとこ取りをしたような製品でありまして、モノフィラメントの扱いやすさと P の飛距離、強度、感度を兼ね備えた第4の次世代ラインとして打ち出しております。一般的に、コーティングの PE と、総称して言われてますけど、コーティングとは若干違いまして、コーティングは、繊維の周りに樹脂がこう覆っているような感じですが、アーマードは、イメージとしては樹脂の中に繊維が入っているようなイメージで出来上がっています。まあ、その大きな違いは繊維の中の方に、樹脂がしっかり詰まっているか詰まってないかの違いです。コーティングラインだと、外側から樹脂が染み込むような感じになるので、中の方はどうしても空気の隙間ができてしまいます。そうすると、やはり糸としての強度、耐久性を保つためで非常に、問題になってきます。まあ、そこを改善して出来上がってきたのがこのアーマードです。従来 P ラインに比べて飛距離 10% アップ、2つ目に耐摩耗性が2倍、3つ目に感度が2倍、4つ目に針や腰を持たせてあるためライントラブルが少ない、5つ目に比重が 1.0 で伸延性があるため空気抵抗や水の抵抗が少なく操作性が良い、6つ目に吸水性がなく水切れが良い、7つ目に色落ちしない、こういう特徴を持っています。近年ではエギングやシーバス等の P ラインを使用する釣りにおいて、リーダーの結束に苦手意識や煩わしさを感じている人が多くいらっしゃいます。プロのアングラーでも状況に応じてスピードが必要な場合は簡単な結びで済ませる場合もよくあります。こういう時に重宝するのがこのクイックリーダーです。誰でも釣り場で素早く簡単にセットできるようにセットしてあります。メインラインの PE の方にループで輪っかを作り、そこを通せば出来上がりです。これはいろいろな簡単な結び方、例えば電車結び等の強度とその強度の安定性を確認してこのループトゥーループにたどり着きました。一つ忍ばせておくと大切な地合いを逃さずに済むかもしれません。